皆さんどうもこんにちは。私93キロ級パワーリフターハリーと申します。昨年に続いて93キロ級上位陣の動画オーディオコメンタリーをやっていきたいなと思うんですけども、この動画見てる方、おそらく本編の動画も見てる方多いんじゃないかなと思うんですけど、もし見てない方おりましたら概要欄に URL の方を貼っておりますので、そちらから見ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、でまずですね、僕の成績は皆さんご存知の通りトータル700で5位ということでした。1年前より690キロから700キロに10キロ、記録は上がったというか戻ったっていう表現がいいかもしれないですけど、700にはなったんですけど順位が1個落ちました。で自分自身の調子としてはですね、スクワットにおいては決して悪くはなかったです。むしろいい部類に入りました。ウォーミングアップしてる段階で、まあ、いわゆる、あ、これピーク来てるなっていうこの感覚というのは得られておりました。でいつもなら第1ゲー、まあ、今240キロやってるんですけど、まあ、この動きを見ながら第2を申請していく形にはなっているんですけど、この240すごい動きが、まあ、良かったです。良かったので第2主義の申請は255キロにしました。この255キロというのは僕の中での申請重量では第2主義においては最高重量です。いつも250か 52.5 を申請してたんですけど、そこを飛び越えて55になったというところでは、まあ、一つ成長したポイントなんじゃないのかなと思います。で第3主義260キロはちょっと残念ながら潰れてしまったんですけど、260を大会で申請したことがなかったので、まあ、申請できるレベルに到達したという意味では、まあ、良かったのかもしれないですね。で今回注目がこのカジン選手、ツイッターではカジンというですねアカウント名でやってるんですけど、まあ、とにかくスクワットが強いということで知られておりました。でこの大会ではですね、なんと日本記録の方を更新しました。山本俊樹選手、ウェイトリフターの山本俊樹選手が持っていた285キロの記録を 500g 超える285.5ですね、見事に成功させるという快挙を成し遂げたんですけど、もともと83キロ級でやっててスクワットが強かったっていうのは把握はしてたんですけどね。で面識ももう2年前ぐらいから実際に話したこともあったんですけど、こうやってねこの新しい選手にどんどんこの追いやられていく、このベテランのなんというか残念な感じなんですけどね。で宇佐美さん3連覇、散々大会の前ですね、調子が悪いって言って、悪いって言いながら、それ1年前もやってたんですよ、同じことを。調子が悪いって言いながら優勝していくっていう姿がもう毎年恒例なんですよね。でツイッターで本当に悲痛の叫びを上げてたんですけど、まあ、いくつかピックアップさせてもらってるのでちょっと流していきましょうかね。1月28日、深くしゃがまなければ前転筋の痛みはほとんどないのでネットは練習できると思うが、辛かったらベッドも予定変更して軽い重量で練習を終了するかもしれない。1月28日、右前転筋が絶望に痛い、絶望的、一過略。1月30日、ハリーさんの優勝は決まりだね。2月8日、今日股関節周りの治療を受けてきます。試合前最後の治療でどこまで回復できるかわからないが、負けても怪我のせいにはしない、なぜなら一過略。2月8日、一過略という感じで、まあ、普通だったらもう宇佐美さん、あー難しいかなって思うかなと思うんですけど、もうね、93キロ級の我々リフターはもう騙されないですよ、もう来年から。あ、またかという形で、おっと思うので、もう騙されないという感じですね。今出てる古川潤、古潤選手、まあ、一番最年少の選手、ジュニア大学4年生の選手なんですけど、まあ、春から就職、どうなるか。まあ、例年通りいろんな多くの選手を見てきてる僕としてはなかなか記録を伸ばしていくのはここから難しいですよね、やっぱり。それで梶井選手 285.5 日本記録、
素晴らしい。普段の練習から結構強い、結構じゃない、相当強いです。240キロでも普通に10レップを超えるレップ数をですねやってますので、もう尋常じゃない強さです。僕も体重乗ってた時は240で7回までやったことはあったんですけど、軽く上回る11回だったかな。もう強いですよね。で、宇佐美さん、股関節が痛かったはずの宇佐美さんがなぜ250キロを申請しているんでしょうか。痛かったと思うんですけどね、まあ、ここはもう王者の力で痛みを消してたんでしょうか。成功という、この怪我があっても三試技まとめるというところがやはりベテランとしての強さを感じますね。で、オッチー選手、ピーキングでちょっとスクワット潰れたりとかピークアウトしてるような情報がありました。で、255は試合での自己ベストになるんじゃないかなと思います。確か潰れてたような記憶が。スティッキングポイントは超えてるんですよね。超えてるっていうのが素晴らしいですね。やっぱ力があるというか粘りがあるというか。で、僕の260キロですね。僕だけ後ろのあの電光掲示板の表示名前入ってないんですけど、最初僕名前がなかったんですよ。名前がないというか、もう入ってない、入ってすらなかったです。なんでかというと、あの参加申し込み書の名前をハリーで出したんですよ。ハリーで出して、ただそれ通らなかったんです。通らなくて、で、当日のスタッフが混乱して入れてないっていう事態になってですね、直前になってこのわたわた入れてもらうっていう、まあ、その中でも第1次240キロはゾーンに入ってたので軽かったんですけど、もうちょっとこの段階でゾーン切れてましたね。プレジュンはどうやらこの大会の次の日にですね、採用面接があるということで、なかなか大変なスケジュールのようでした。まあ、なので社会の先輩としていろいろ嫌味をですね、精神攻撃をネチネチしておいて、そして負けるっていう非常に情けない結果には終わったんですけど、全体的にちょっと皆さん調子が良くなかったのかもしれないですね。記録も下がってる人も多いですし、まあ、梶井選手においてはめちゃめちゃ上がってましたけど、梶井選手 Q3 のラスト290キロ、結構特徴というかですね、ラックの高さを合わせてる、一緒に合わせてる時に思ったのが、結構バーが高いんですよね、ギリギリ。そこがちょっと特徴かなと思いました。どうかなって思ったんですけど、まあ、良かったんでしょうね。当然わかります、この感じ。要はアップの段階でギリギリに設定していると、重量が乗った時シャフトがしなるので、バックアップする時に当たっちゃうんですよ。なので、まあ割と低めに申請しておくっていうのがセオリーなんですけど、カディ選手においてはそこをちょっと低めにするとやっぱりうまくいかないみたいですね。ベンチはすいません、だいぶカットしてます。第一次宇佐美さんと僕しか入れてないです。
宇佐美さんもめちゃめちゃ動きが悪いですけどね。で、僕調子悪かったですね。これは180はいつも最終アップみたいな感じだったんですけど、もう最終アップじゃなくても普通に真剣にやらなきゃいけないような状況になってたので、オッチー選手もベンチちょっとピックアウトしてるっていう情報も得ていたので、やっぱりこう悪いですね動きが。宇佐美さんは 182.5kg、7.5 キロアップ。宇佐美さんの特技、どんな重量でも重たく上げるという感じですね。僕は第二試技 187.5 です。だいぶ低くいきました。まあ、安全に動き悪いんですけどね。で、今回大会出場にあたって、まあ、水抜きを行いました。僕はいつも体重が95キロぐらいあるんですよ。実は2キロぐらいオーバーしてて、普通にいつもそのぐらいの体重でやってます。なので絶対調子が落ちるんですよ。で、その中で参考にさせていただいたのが、まあ、66キロ級のパワーリフターの甲斐選手のブログがあるんですよ。これ水抜きがすごい詳細にやり方書かれててですね、大いに参考になりました。で、フルに活用させていただいて、減量体重 93.00、 完璧でしたね。これは神兼量です。で、その回やってスクワットは良かったんですけど、やっぱりちょっとこう試合後半の力が落ちてくるというか、続かない感じはありますよね。軽量級の選手は水抜きをうまくやるんです。でも重量級はもしかすると水抜き合わないんじゃないかというの甲斐さんと試合会場で話したんですよね。軽量級は落とせる脂肪がそもそもないので水で落とすわけなんですよ。でも僕みたいな体脂肪 20% 超えてる人間は全然落とせるんです。水なんか抜かなくても脂肪 で93キロ級の上位陣の体重って、まあ、ご覧になっていただくわけですよ。みんな軽いんですよ、ね、軽いんです。もう余裕なんですよ。91とかそのぐらい。なので余裕持って練習して、普段と同じコンディションで大会出た方が多分いいんじゃないかなって思いました。93キロ級においては。で、僕が自己ベスト出した時、ノーギアで710キロ大会で出した時の体重って90キロ台です。実は91キロもないです。で、フルギアで845キロ、全日本パワーで出した時も90キロ台でした。91キロないです。その時も前日ガンガン食事普通にしてましたからね。普段と同じ感じで出た方がやっぱいいのかもしれないって思いました。で、この宇佐美さんの第3試技ですね、ちょっとこうなんですかね、判定しづらい感じなんですけど、真っ白にさせるこの貫禄がある。で、僕の190キロですね、まあ、もう宇佐美さんとベンチで5キロしか差がつかないという時点でもうダメでしたね。上がってなかったら目も当てられない状況でした。まあ、という感じなので、体重においては今緩やかに減らしています。まあ、常時93前後ぐらい、まあ、切ってもいいかなぐらいの感じで緩やかに落としてっております。現段階では、まあ、94キロ前後ぐらいまでは落ちてますので、まあ、ちょっと様子見ながらって感じですね。
でデッドリフト。そう、梶井選手にサブトータル1位を持ってかれちゃったんですよね。そのスクワットがめちゃめちゃ強くて、僕のベンチも悪くてっていう感じで、本人嬉しかったみたいですよ。サブトータル1位を取ったっていうのは。梶井選手デッドリフトアップがめちゃめちゃ粘ってはいないですけど、重くてですね、もう周りの見る目がなんかああみたいな感じだったんですけど、全然そんなことないっていう。でデッドリフト、僕の動画見てくれてる方はお分かりの通り、270キロまでは5年ぶりに戻ってはいました。まあ当然体重も乗ってるし、コンディションもデッドリフトに傾けておりましたし、アップからもう疲れてたんですよ。デッドリフトは厳しいっていう感じでした。ヨッチー選手250キロ、ここでまさかの事態が起こるんですよね。びっくりしましたね。これはけないっていう事態が起こる。で試合終わった後聞きました、なぜこうなったのか。腰とかコンディションが良くなかったらしいので、それをこう恐怖心とかがあって思いっきりいけなかった、噛み合わなかったっていうことらしいです。で宇佐美さんにおいてはもうこの段階でだいぶトータルを重ねているので、第1で700ですからね、第2第3でどんどんこの上乗せしていくので、他の選手はなかなか厳しい状況かなと。編集ミスでフル順のデッドが飛んでます。申し訳ないです。でオッチー選手仕切り直しの第二試技250キロ、あるじゃんあるじゃんっていう感じですけど、まあ、これ痛かったですよね。本人にとってはもうこれでちょっともう優勝争いから完全に脱落しちゃった感じが。梶井選手のこう日本記録での 500g 単位での成功はこの競り合いにおいてはすごい有利なんですよね。仮に体重がこっちの方が少なかったとしても、体重差というか 2.5 キロ上乗せしていかなきゃいけないというちょっと難しさがありますよね。梶井選手まさかのこうデッドリフトがここまで上がるとは多くの人は予想してなかったんじゃないかなというのが正直なところですね。で僕の255、もう僕のコンディションではここが限界でしたね。で、宇佐美さん15キロアップなので成功で715キロになります。優勝記録になるんですけど、まあ、ピーキングで僕も715を上げていただけに悔やまれる結果ではありましたが、まあやはり普段と違う体重でやるというのはなかなか難しいですね。ダイエット中です私。
ご存知の方多いと思うんですけど、105キロ級のチャンピオン武田さん、93キロ級に来年降りてきます。本人から直接聞きました。まあ、細かい話はちょっと割愛させていただくんですけど、ちょっと体を崩されてしまった、残念ながら崩されてしまったっていうことでですね、ちょっと医師の方から体重は落とせということなんじゃないでしょうか。93キロ級に下げてきます。すごい構図ですよ。93キロ級は他の階級と違うところがあって、上位陣が変わらないこの安心感、実家のような安心感があるんですよ。そこに105キロ級のチャンピオンが降りてくるっていう、この胸厚な構図ですね。画像にするとこんな感じです。熱いですよね。順当にいくとやはり武田さんがその93キロ級の中で適応していけば、まあ優勝していくかだと思うんですけど、まあ一致団結して93キロ級の面々、そうはさせないとやっていきたいなとね、頑張っていきましょう。で、フル順は、落としました。シャフトをなんかテクニックを使ってたみたいです。それがはまんなかったみたいですね。大金星の梶井選手、705.5。で、僕は梶井選手にかぶせていく 262.5kg です。体重が乗ってた時はなんてことない重量ではあるとは思うんですけど、今の僕の体重は、この時の体重は 93.00 なので、そんな力はない、引けない。今回個人的に良かったのは痛みがどこにもなかったです。怪我が、古傷のケアは毎週やってるんですけど、悪化することもなくちゃんとできてるので、まあ来年ご期待くださいということしか言えないんですけど、なんとかいい方向にはなっていくと思います。で、落合選手は僕にかぶせていきました。これは成功すれば僕に乗っかるって感じですね。トータルは700で同じ。でも体重は落合選手の方が軽い感じです。宇佐美さん、これを引けば720だったんですよね。去年が715キロなので、5キロアップのチャンス。もう50手前で、もう記録って、落とさないだけでもすごいのに、こう自己ベストを出すチャンスがあるっていうのはすごいですよね。あ、でも貴重な光景が見れるんでしょう。引けない、宇佐美さんがデッドリフトを引けない、いつもはこっから浮いてくるけど引けない。これが最後ですね。本動画の最後の試技になります。フルジュン選手、これを成功するともうごぼう抜きですね。僕抜いて、オッチー選手抜いて、カジー選手抜いて、ごぼう抜きっていう形です。春から社会人1年目、多くのリフターはここで記録が伸びなくなっていなくなっていく現実はあるんですけど、彼には記録が伸びづらくなったとしても、ぜひぜひ試合には出続けてもらいたい先輩からの願望。
結果論で宇佐美さんにかぶせていってもよかったかもしれないですけどね。これはまあいつでもチャンスはあるのでっていうことなのかもしれないです。という感じで、全試技ですね終了しました。記録はこんな感じですね。年々こう層が厚くなっています。上の優勝記録自体はあんまりこう伸びてないんですけど、700超える人は増えてきてるなっていう印象ですよね。まあ、ここに先ほどお話しした通り武田さんが加わっていくことでどうなっていくかっていう感じです。武田さん今大会97キロ弱で出てて735ぐらいだったような気がするので、まあ最低限その辺は基準になってくるかなと思います。はい、やっぱりねポンと来た選手に持ってかれるというのは僕だけじゃなく他の選手も黙っていられないと思うので、まあ、ここに載ってるメンバー、名前が載ってるメンバー、載ってないメンバーも含めてぜひ武田選手に負けないように努力を重ねていこうかなと、いきましょうという感じなんですけど、という感じでほぼほぼ喋り尽くしたので終わろうかなと思うんですけど、まあ、本当に試合会場で多くの人にお声掛けいただいて本当にありがとうございました。もうねこういう一つ一つの声が力になりますのでね、ぜひ今後も動画の方を見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、今回のオーディオコメンタリーではちょっとカットさせていただいた6位の中島選手、僕が過去に投稿した2015年のジャパンクラシックパワーの動画を見てパワーリフターになろうという考えに至ったそうなので、僕としてはもう非常に嬉しい限りです。まあ、そんな中島選手がもう僕の一個下にいるって恐ろしい状況にあるので、まあそうやすやすと負けてらんないという感じなんですけどね。という感じでオーディオコメンタリー動画もうこれにてもうキリがないので以上にさせていただきます。本当にいつも動画を見ていただいてありがとうございます。今後も定期的に、まあ、決して多くはない更新頻度ではあるんですけど、まあ 1,2 ヶ月に1本ぐらいのペースでコツコツやっていきたいなと思いますので、引き続きですね、ご支援応援いただければ嬉しいなと思います。それでは皆さん怪我なくトレーニングライフを楽しんでいただければと思います。さよなら。